チャイムが鳴りました。ミルクさんアカデミーのお時間でございます。井上までございます。どうもミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でカルピスっていうのは乳製品に入るんですか。どうなんですかね。あれは、ね、先生どうなんですか。いやちょっと白いんでちょっと厳しいんです。フリスクとかは先生あれは大丈夫、うん、大丈夫なんですね。あれは大丈夫。勉強になりました、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、それでいきましょう。じゃあ今週はこの、はい、今図に出てますけども、今日はこの勉強をさせていただけると、はいね、行きたいなと思います。アンダー19日本代表選手特集、はい、そしてベストゴール、はい、そして昇格残留徹底考察、ああ楽しみですよこれね。そうですね。で選手名鑑海外もまたやってくれると、はい、ロカヨビッチまたこれすごいねいやー先月のね先週のやつ覚えてますよ。はい、あのウイレで使いました。マジですか。フランコデボールでしたっけ。誰だよマテウスで4戦最後だけマテウスでデリフト、ああね、いやよかった、84ぐらいでしたよ。えそんな上がってる。はい、上がってました。はあ、ただこの間この収録終わった後に先生とちょっとウィーレやったじゃないですか。はい、FIFA ですね。 FIFA だ、はい、中島翔也の能力びっくりしましたね。びっくりしましたね。あの代表戦を受けてなのか何か82になってましたあんな上がり方すると思わなかったですよ日本人歴代でもトップクラスですから、ね、あのだってポルティンデメモネンセの中で1位でしたもんね。1位でしたね。そういう機会になってまいりましたね。はい、週末の J リーグも面白かった。はい、名シーンがたくさんありました。そうですね。今日もじゃあこの辺からいっぱい今週もお話頂戴いたします。よろしくお願いします。今日ははい、はい、ということで今週は、はい、今回は、うん、やはりね、はい、1位突破しましたからアンダー19の日本代表選手特集をさせていただければと思います。あったんですよね。よろしくお願いいたします。そうなんです。これちょっと私映像の方見てないんですけど、ニュースでちょろちょろっとは。あら、ええ、あらららら、あらららら、いやいい試合だったんですよ。ですアンダー19の選手ってご存知ですかね。ちなみにいやちょっとわかんない。久保建英は、ああもちろんあってますよ。そうですよね、橋岡大樹、うん、お名前は聞いたこと。斉藤美月、女優さんですかいそう高畑谷さんは知ってますよ。あ、ガンバですね、はい、まあ、いろいろいるんですよ、はい、で今回ですね、はい、あの来年開かれる、はい、来年ポーランドで開かれる、はい、2019U20 ワールドカップ、うん、があるんですよ、はいはい、でその出場権をかけた、まあ、AFCU19 選手権っていうのが今、開催されてるんですね、うん、あ今それでやってるんですね、まあ、そうなんです、はい、そうなんです。それで今あの J1 とかにもね、あの所属している選手たちもあのこちらの代表の方に、うん、まあ、呼ばれて、まあ、リーグ戦を休みして出ているっていう形になるんですね。これ監督は監督は、ええ、あの元々あのファジアーノ岡山、はい、であの監督したの影山監督。あ、影山ジャパンなんですね。そうなんです。森保さんはこの世代はやってないですね。この世代はオリンピックまで、はい、うん、やってないっていう形に。トルシエの時はこういうの全部やってたわけ。おかしいですね結局無理なんですね。無理で不可能なんです、はい、無理というかできたかもしれないですけど、それはもう口で形だけになっちゃうね。そうなんです。あとはですね、あの、はい、当時 そのトルシエの時代とはちょっとやっぱり変わってるのか、はあ、というかやっぱり今でも、うん、例えば中田の世代が、中田とか松田直樹の世代がとか、はあ、はいはい、やっぱりゴールデンエイジというか、うん、中村小野の世代がなんてことも出ますけど、うん、はい、正直言ってこの世代の方が強いです。はあ、はあ、まず間違いないです。それは、でそれは何かって言われたら、はいはいはい、あの突出した子、はい、で言ったら確かに小野伸二の方が上かもしれないんですけど、全体の優等生さ加減で言えば、うん、もうダントツでしょうね。へえ、そうなんですよ。で特に今回のこの U19 日本代表選手の中でも、はい、あの1個下というか、うん、これいわゆる2つの世代で臨むような形になるんですけど、今の大学1年生世代と高校3年生世代で基本的には臨んでるんですけど、はい、この高校3年生世代ってのが歴代 の、はい、あの日本各その年代別日本代表とかあるじゃないですか、はい、の中で最も国際大会とかのそういう資金投与が、はい、投資され資金投与、はい、投資されてる世代なんですよ。はあ、全大陸行ってるんですよ。このだから例えば宮代とか、はあ、今ガンバ大阪の中村圭斗とか、その日本協会が手塩にかけてお金もかけて育ててきた高校3年生世代、はい、じゃあ18歳だね。そうなんです、はあ、17、18世代17、18世代になります。
それはなんでこのタイミング、オリンピックに向けてじゃなかったの？いやもうあのここの世代がちょうどあの東京オリンピック世代の一番下の世代にも値、下の学年世代にも値するんですが、まあ言ってしまえば今までこうため切ってきたじゃないですか、はいはいはい、やっとこう育成の方に回せるようになってきたっていうところでの筆頭学生だ。なるほどね。へえ。に値するんです。全部の体力いってる。もうかなりの量戦ってきてるんですよ。何カ国でしょうね。いや50とかは戦ってきてますよ。なるほどね。なんかサッカーカレンダーみたいのね、バッて今シーズンっていうかバッて見たんですけど、アンダーもすごい国際試合を年間やってるんですね。やってますね。ね、だから当時の、あのやっぱにあの中田中村小野とかの世代の時にはここまでのことはできてないんです。なるほど。はい。じゃあもうその中からオリンピック世代食い込む食い込まないギリギリぐらいの世代があって、はい、その次のじゃあ2年後ワールドカップにはちょっと出てこれるかな、彼ら出てくるかなっていうところなので、若いっちゃ若いですけど、うん、あの期待していいワールドカップ、カタールワールドカップにも出てくる可能性はあるんじゃないかなっていう選手がやっぱりちらほらと。どんな選手が、ちなみにまずですね、はい、まずやっぱり覚えていただきたいのが、はいはい、これ写真出します、はいはい、もちろん出します、お願いします。まずこちらですね、はい、浦和レッズ所属の橋岡大樹選手、はい、橋岡大樹選手、はい、うん、あ、なんか出てますよね、もうね。そうです、これで入れたね。って入れました。ああ、見た見た見た。そうなんですよ、あの橋岡選手ってもともとこのアンダーカテゴリーの代表では、はいはい、ずっとセンターバックやってきたんですよ。へ、なんでこのアンダー19の今回の代表戦でもセンターバックやってるんですけど、浦和レッズでは右のウイングバックやってるんですよ。でしかももともとそんなに動かないタイプのセンターバックだったんですが、うん、もう今浦和では全然違うじゃないですか。リーグ屈指のスプリンター、仕事が全然違うじゃないですか。でもやってのけてるんです。寿司屋が大工さんに変わるぐらい違うでしょ。でもできてるんですよ。すごいね。そうなんですよ、どっちも何でもできちゃう。そうなんです、はい、もともとこの世代ででのもう本当筆頭格というか、ずっとこの世代のキャプテンクラスでやってきた選手でもあったりするので、はあはあはあ、僕も確かにウイングバックで出るってなった時になぜっていうのはすごいあったんですけど、うん、まあ、本当にここまでできるとは思わなかったってところだし、だからもしかするとあの上背もあるので、はい、酒井宏樹を継ぐのはもしかすると橋岡大樹、うん、可能性はありますね。アンダーでやっぱりずっとこう世界の選手たちをこう収め続けてきたというか、うん、倒し続けてきたディフェンス力を持ちながら、うん、裏割そのサイドバック的な動き、ウイングバックなのでをやってきてるっていうところもある。スプリント力もあるし、クロスもあるしっていうところになってくると、右サイドバック合うんじゃないのかなっては思いますね。わかりました。これどっから生まれてきたんですか、橋岡君は。どっから生まれてきた、育ちは。あ、育ちもあれ、浦和レッズのユース。ああ、そうなんだ。レッズさん。レッズさんです。へー、レッズさんでセンターバックずっとやってきて、急にトップチームで右やれって言われたの。はい、でそれをあのやれって言ったのがあれです、あの大月さんです。ああ、組長。組長。組長が、お前できんじゃんって言って、やれよ。はあ。一回そういうことは試合ないで。あの感じで言われたらやらざるを得ないもんね。そうなんです。しかも一回、足つった試合があるんですよ。残り15分のところで、ね、うん、もうダメだって言ってるんですけど、やれよって言って。はあ。やらせたんですよ、残り。やっぱりあれだね、迫力が、なんだろうね、引き出す才能があるんだね。しかも、あの、大月さんがもともとユースで見てる子なので。ああ、なるほど。だからこそ。分かってんだね、いろいろ。そうそう。あ、お前ならできるからと。これやっぱり育成の近くで見てる人とかが育てる強さだね。いや、強さですね。一貫した育成の強さだね。はい、なるほど。やっぱり例えばあの浦和レッズの今回のその件もそうですし、例えば、はい、柏レイソルのあのユース黄金世代がこうだんだん勝ち上がってってっていう時も、はいはいはい、ちょうどユースの監督がそのまま上がってっていうパターンがあったので、うん、これは大きいなとは思いますね。やっぱ J リーグ25年、いろんなクラブの歴史、はい、厚みができてきてるってことですね、面白さが。そうなんです。なるほど、橋岡大樹選手覚えました。続いてはそしてですね、うん、次はですね、はい、ちょうどこの、画面にもなってると思うんですが、こちらですね、はい、どん、宮代大成選手。宮代大成選手、はい、うん、この、 あのいわゆる去年ですね、2017、はい、U17 ワールドカップというのがありまして、はい、いわゆるこの、東京オリンピック世代の一番下の年代に値する選手たちの年代があるんですけ ど、うん、どその中ででもエース。はあ、なるほど。もう国そのアンダー年代別代表の中での世界どっかのいろんな、ね、各国と戦うじゃないですか、はい、100点以上取ってきてますね。100点全然取ってます。あら、まあ、余裕で取ってます。それはあれアンダー12とかから選ばれ出してからってことでしょ。もうアンダー12ぐらいの頃からずっと僕見てるんですけど、はもう本当に上手い選手で、はもちろんアタッカー、
はい、で渋谷区ですよ出身、まあ、目黒区っていうのかな。おお、すぐあれですよ、あのこの辺ですね、この辺です。おお、育ちは、いやで、うん、育ちもここら辺なんで、まあ、チームは、チームは川崎フロンターレです。うーん、なるほど。もともとこの渋谷区目黒区界隈のところの、あのクラブチームに所属していて、そこからあのでその後あのいわゆるセレクションがあって、で川崎に小4からかな移って、でその後そのままアンダー12アンダー15アンダー18と来てトップ登録もすでにされてます。なるほど。はい、はあ、まあどんな選手なのと言われたら、まあ大迫選手とかをか、うん、なんか思い浮かべてくれれば分かりやすいかなと思うんですけども、ザ・ストライカーです、ね、なるほど。で実際にこの今回の大会においてでも、うん、まず1戦目が交代出場で入ってきて、まずはフリーキック誘発、うん、であの久保選手のフリーキックで決まるゴールがあるんですけど、うん、そのフリーキック取ったりだとか、うん、あとは2戦目でも2得点して自分でもフリーキック決めたりとかして、はい、ところで現在3得点ですね、うん、2試合で、うん、といったところでしょう。はー、宮城選手、はい、僕はもうこの世代をずっと見てきてるってところもあるので、もう彼がもう日本代表まで上り詰めるが止まらないですもん先生ね。止まらないですもん。ありがとうございますね。代表入ったら泣いちゃう。はお父さんみたいな気持ちなんですね。もうそんな気分ですね。はあ、はい、楽しみですね。ぐんぐん出てくるんでしょうね今後ね。出てこなきゃ困ります。はい、はい、そして次ですね、次はこちら、はい、阿部裕樹選手ですね。阿部裕樹選手、はい、うん、もうこちらも多分もしかしたらご存知かなと思うんですが、あの鹿島アントラーズ所属でもう2年目ですね、はい、あの左の、まあ、ウイングというかサイドハーフというかやる選手なんですが、うん、今大会では10番10番ね、今日ネットニュースで見ました、うん、あ、見ましたか、なんかたまたま裏街道になっちゃったってへーへーみたいな記事でお茶目なコメントを出してました。はい、まあ狙ってはなかったでしょうけど、うん、それでもあのポジションです、これサイドハーフなんていうポジションながら、サイドハーフなんですね彼は、はいはい、っていうところもありながら、うん、まあ、あんなにこうガツガツこう刈り取れるっていうのが一つポイントでもありますし、ほうほうほう、あの本当は松井大輔選手的な、うん、それドリブルでこう突破してこうやっぱりテクニカルにこう突破していく姿っていうのが、まあ、一つの魅力です。テクニシャンなんだ。そうなんです。もともと本田圭佑選手のなんかスクールあるじゃないですか、はい、うんうん、そこ出身なんですよ彼。エスティーロ、はい、うん、でその後にあの瀬戸内高校に行くんですけど、はい、もう全然そんなタイミングのところまでは、うん、あの何の名前も出てこない選手だったんですけど、あの鹿島のスカウトの方が彼を見て一目惚れして、で鹿島に連れてくるんですよ。でそこからあの初代表。すごい。え、じゃあもう何、18、今回が初代表ぐらい。あ、そうです、今プロ入ってから初代表で、今もうこの世代の中の、まあ、トップクラスにいるっていうところですね。だグググンって瀬戸高校はどうなんですか。そんなにその瀬戸内もその大したことはない。なるほど、失礼ですけどね。あるんだね、そういう流れがね。そうなんですね、うん、彼の力は一つ大きかったのかなと思いますね。なるほど、面白いですね。じゃあ準エリートみたいな感じじゃないんだ。そうです ね、いろいろ逆に知ってるんだ。そうなんで橋岡、うん、今まで紹介した橋岡選手とか宮代選手なんかはやっぱり浦和とか川崎でもう、ね、うん、まあ、純粋培養されてきたような選手ですけど、はい、そういう形ではないんですね。なるほど。そうで、ちょっとそれに似た選手なのがある意味こちらもそうだよ、はい、ってことで、やはりこちら、はい、斉藤光輝選手。斉藤光輝選手、はい、こちらもあの2試合連続ゴール決めてる選手、歴代総理大臣にいませんでしたっけ。いますけどね、似たような名前はね。いますよね、はい、上と下の組み合わせおかしいかもしれない。いますよね、覚えましたね勉強で。この選手もですね、ちょっと特殊なところがありまして、斉藤光輝選手、はい、うん、あのまずあの例えば橋岡選手とか宮代選手、阿部選手なんてのは、はい、まあ、浦和川崎鹿島と、まあ、J1 トップレベルのクラブじゃないですか。そうですね、斉藤選手ですね、うん、あの横浜 FC なんですよ。おー、J2 の、はい、うん、横浜 FC でもうずっと育ってきた選手なんですけど、で、あのこの斉藤選手と、はい、あと久保建英選手だけ実は東京世代ではないんですよ、うん、もうちょっと下ってことだよね、はい、現在高校2年生のいわゆる次のオリンピックの最年長世代、はい、なんでパリ世代のトップ。パリ世代って初めて聞いた。ああ、もう、まあ、今とか僕も勝手に使ってるんですけど、パリ世代かっこいいね、はい、のトップ。あ、じゃあ横浜 FC がすごい逸材を育てたってことね。そうです。で、いいね。中学時代まではもう全く代表経験なくて、はい、で去年のいわゆる高校1年生の時に初めて、はあ、その年代別代表に招集されてるんですよ。フランス遠征っていうのがあったんですけど、でその次2回目の招集が夏にあるんですけど、はいはい、その時にインターナショナルドリームカップっていうのが仙台で行われて先生今何も見てませんからねすごい知識で行われて、そこでもうキャプテンやるんですよ、はい、この世代で。ああ、そうですか。で、はあ、
大会の MVP と得点を、はい、でしかも最終戦に関しては5対0以上の結果じゃない限り、あの優勝できないってなってるところでハットトリックと2アシスト、すごい漫画だ漫画、漫画で優勝したので優勝しました、優勝と得点をそれ取ったんです。うわもう翼くんじゃん。でその活躍があったから一つ年代下なのに U17 ワールドカップのメンバーに、あの飛び級だ飛び級抜擢。はあ。ただ今回久保君は、久保君もいてるでしょ。久保君もいます。ねそうですね。でただその U17 ではあの怪我しちゃったってところがあって、怪我に出場はできなかったんです。でリベンジ誓ってるのこの U20 のワールドカップのところで、やっぱり年代的には一番全然下というか。ちなみにこの人。この人は宮代です。あ、これじゃ宮代です。はい、ま、最初に言ってくださいよそれ。最初に言いました。あ、言ったっけ、そっか。はい。はい。そうそういるんで。なるほど。その選手が今回また出てきてて呼ばれて、2試合連続ゴールを決めている。もう横浜 FC でもトップチーム。そうなんです。で、今年の7月に初めて試合に出たんですよ。はいはい、その時に途中から出場することになるんですが、うんうん、その時のツートップが斉藤浩樹と三浦和義です、うん、いいですねいいですね。その時にこれでクラブ最年少出場を果たし、はい、プラス J リーグ史上 の, あの最年長最年少ツートップっていう、すごいもう狙ったかのような、いや狙ったでしょうね、素敵な絵ですねそれはね。そんなことになりました。吉田君 U23 で久保前田もちょっと感動しましたけどねそれ以上ですね、それ以上なんですよなるほど、三浦斉藤で今シーズンはいろいろありますねこれね。まずは息子よりも年下ですからね。そうですよね。そうはあ面白い。40歳差注目しちゃいました、はい、さあじゃあもう1選手ですね、もう時間も1選手ぐらいだけいきましょうか、そしたらですね次にあるのは菅原選手、ね、菅原選手にこちらいきましょう、はい、こちら名前聞かれた方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、今年 の, あの名古屋グランパスの開幕スタメンも勝ち取った現在高校3年生の選手になります。はい、あのグランパスではセンターバックで出されることが多いんですが、基本的にはあのライトサイドバックが、はあ、あの彼の一つ魅力なところ。すごいね、プロでもトヨタスポンサーのね、そう名古屋グランパスセンターバックを高3で任されてる、で任されるすごくないですか。いやすごいことなんですよね。で彼もだからあのこのいわゆる現高校3年生世代のところでは U12 ぐらいからのもうこの代表のもう筆頭格にやってきた選手で、センターバックやったりボランチやったりウィングバックやったりといろんなとこやってきたんですけど、一番あるのは自分がしっくりくると言ってるのが右サイドバックなんですよね。でクロスとかあんまりするタイプではないんですが、あの守備型のサイドバックって意味では歴代トップに名乗り上げてもいいんじゃないかなってぐらいまでには。トップっていうのは日本の、日本市場の日本産の。そうですね、はあ、だからちょっとやっぱ斉藤あ、酒井宏樹選手のように早いうちにちょっと海外行ってほしいなっていう選手ですね、うん、でもあれでしょ、今言った6人なんてもう早々に海外に出ていく、いや出て行ってもいいと思いますね。もうドリブル的に言ったら阿部選手もそうですし、はあはあ、まあ噂なんでちょっとどうかなってところはありますが、まあ、体できるまで日本にいてってところで言うと斉藤浩樹選手なんかもそうだし、はあはあ、あとおそらくは久保選手は来年ねもう行っちゃいますから、バルセロナに、はい、ああそうですか、このまま行けば来年の夏にはもうスペインに、ああそうですか、行かれるのって、はあ、ってことを考えればこの世代から、まあまあ、その他にもねいわゆる今大会呼ばれてない中にもその中あのガンバの中村敬斗選手なんかもそうですし、おそっかそう、その世代か、そうそう出てるもんね、もう普通にねたくさんいるので、はあ、じゃあもう豊作これからも楽しいわけですね。楽しいです、サッカーは。はい、でこの一ついわゆるワンランク上のカテゴリーに、それこそあの、堂安選手とか、はいはい、富安選手とかいるような形になるので、はいはい、彼らで東京オリンピック、いやー面白いね、はい、あらまあ、将来の代表を作るのは彼らになっていくので、あ、まあ、今の段階からねあのサッカーつらってやっぱり言いたい方に関しては、はい、彼らの名前を絶対に覚えておいてほしい、そうなのね。だって今後もサッカー、日本サッカーちょっと面白い明るいわけで、ね、はい、お金かけ出せないが出てくるから、そうです、あ、子供の頃から塾行かしてたような子が出てくるわけね、そうです、で彼らがまたお金蓄えてくれれば、ね、この下の世代にもまた、あ、そういうことなんですね、またいっぱいいますから、そういうことなんですね、はい、なるほど、まあ、なかなかアジアは強化が難しい中で、ええ、なってきたわけですね、そうです、あらまあ、先生よくわかりました、はい、アンダー19のことがよくわかるまた楽しくなっちゃいますね、いや楽しい、寝てる暇ないです、いや本当に寝る暇ないです、ありがとう、真面目に言った、ありがとう。